VIP に、VIP になんか、はびこってるキャラがいいような性格になるな。あ、VIP にはびこってるキャラ来た。はびこりまくり。はびこりまくりキャラ来た。おい。で、ガーキャンジャンプしてんの引っかかってみる。あんたデカすぎだろ。よし、強い。やべえ、やだやだ。おい、なんでこれをナーフせずに、アイクの空変はナーフするんですか？正気じゃない。何を考えているんだ。なぜアイクの空変はダメだったんだ。あん。なんかリルリでかっ、こいつ。よーうわっ、いて引かれた。やばい、痛い、危ない、やめろ。ちくうわっ、やばい。えい、痛すぎる。こんなでかい体でどうやって受けたらいいんですか。無理やって。ああ、うわあ、危ない。ボクシュコチク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 、よし、チクスケ。ウエスマか、ごめんなさい、すいません。これは来た。チクッ、よし、最強のゾーン来た。なんあ、なんで金じゃねえ、トロッコで20パン食らってんだよ。あ、やばい、危ない、死にかけた。はい、はい、なんか前、リドリー、スティーブに行けるみたいなデマ流れてあった。まあ、デマではないんじゃない？リドリー、スティーブに行ける、かっこ、ゴブからビフリーみたいな。行けるっていうのはその、有利です、行けますっていうのじゃなくて、いや、まあ、まあ、行けなくもないですっていうやつね。そんなんばっかや。スティーブに行けるって言われてるやつね。そんなんばっかやから。はいみたいなやついないから、そのスティーブに。痛い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 。シルク、クラウドはステーキルって、ガチ。まあ、それも、まあ、まあ、行かせていただきます。ぐらい。まあ、他の皆様には苦しいですよね。まあ、私は行かせていただきます。ぐらい。うん。行けますじゃない。無視よ。
しょうもない横強で、とんでもなく飛んでしまった。こっちだ。なんだか、体がでかい、体が。えい。ボンボン。JP、 JP ならいけるかもしれん。スティーブ、確かに。JP なら可能。いける説あるな。やっぱ植木を固めにもやっぱ、アムネジアンって、何かして。壁作られてもね、うがつって、やっぱ、どうにかできる可能性はある。まあ、かなり有利より。うん。ポイポイポイ投げてくる爆弾当たったら死んじゃうんだけど、オレーダブル勝つ。かなり常識性能はしてるわこいつは。硬派。いやまあちゃんと重量級っぽい良さもありつつね。このデカキャラっぽい良さもありつつ、こうかな、こいつ。こいつ DLC だったら何がもっと強かったんだろうな。結構いいバフもらったけどな、アップデで。緑。空上とかもめっちゃ強くなったけどな。空上以外何が強くなったのかもちょっと覚えてないけど。痛い。DA 強化されたっけ。結構なバフやな、それは。DA バフされてんの、こいつ。めっちゃ強くなってるやん。横ビー無敵。確かに横ビー外したら飛ぶか。横ビージャンプキャンセルするか。横ビー、うんって言ってさ、あ、外れたと思ったらジャンプキャンセルできるようにするか。やっぱガーフユーからジャンプキャンセルはやっぱな、DLC お得意だもんな、やっぱな。まあ、な、死んでんけど。それで行くか。え、そんなキャラいるんですか。いや、いるわけないじゃないですか。たとえですよ、たとえ。うん。仮にリドリーが DLC で参戦したら、まあそんなこともできるようになるんじゃないかなっていう。そんなキャラいるわけないじゃないですか。見てんすか。なんか、アーフの、ね、横火出して、
ジャンプ、できるわけないじゃないですか。何、何言ってんすか。やめてください、その。勘弁してくれよ。うん。本これは、あの、に、経験が怪しかったが。はい。よし。